川のような大変珍しい訳でございます。実際に切れる釜を使用したいというふうにおりますので、さばき、少しでも手元が狂いますと、体を傷つけるわけになるわけでございます。二丁目が草木釜とございますが、現在滋賀先生が演じておりますのは二丁目までございます